中央からうんとシュート打てない、ちょっと後ろから引っ張られましたが、これホールありませんでした。チャンスですね。今3対2のような形になってますね。韓国は抗議をしている隙に、さあこれでうまく出した、完全にフリーになりました。得点のチャンスだ。2点目決まった。4対2、韓国その手をつくようにしてインドネシアが得点、4対2。入れたのは7番のプトロ、ボールコントロールには定評のある選手。そのプトロに最後このパスも落ち着いていました。そうですね、アウトサイドこのタイミング良かったですね。僕も落ち着いてましたね。うまく体を切り替えて、こうですね、ヒュッと。